白散歩。こんにちは。白散歩をご覧いただきありがとうございます。この動画は白鳥の飛来地である巻堤の紹介をしていく、ただそれだけの動画です。それでもよろしければどうぞご覧ください。八戸市の北へ車で30分くらい走ると奥入瀬町という町がございます。この町に下田公園という公園が設置されています。設備が様々あり、キャンプ場、野球場、グラウンドなどがある公園です。その一角に農業用のため池巻堤がございます。この巻堤が白鳥の飛来地として有名でございますね。白鳥さんたちはだいたい10月の半ば頃から飛来し始め、多い時にはだいたい1000羽ほどがここで越冬しております。白鳥の故郷であるシベリアは気温の低下により沼、湖の表面が凍結してしまうため、餌と住居を求めて南へ毎年飛んでくるようでございますね。今回訪問した時にはだいたい50羽ほどがおりました。毎日数えておられるようですね。白鳥さんたちはのんびり暮らしており、人間を見つけるとカモと一緒に餌を求めて人の近くへと寄ってきます。人間を恐れる気はこれっぽっちもないらしく、むしろ餌やり気がやっと来やがったとばかりに集まってきます。そして餌がないことを知るとお前には用がないとばかりに餌やりをしている人の方へと一目散に向かっていきます。なんというか正直で良いですね。そういうところも可愛いと思います。ちなみに、カモは年中この堤にいるのですが、白鳥を気にすることもなさそうに、餌、餌、とばかりに回遊しております。白鳥もカモを気にすることなく同居しているようですので、共存をしているのでありますね。白鳥とカモは餌の取り合いはよくしますが、早い者勝ちでおしまいですね。白鳥がカモをつついて追い払うとかはなく、その逆もしかりで、カモが白鳥をつつくこともありません。つついて追い払うのは、白鳥は白鳥同士、カモはカモ同士、のみですので不思議なものです。同じカモ科なので、何か協定があるのかもしれませんね。このカモたちが人間を恐れていないから、白鳥も人間を恐れないのか、それとも白鳥は、もともと人間を恐れないのかは不明です。一応、公式発表によりますと、餌付けは鳥インフルエンザを理由とし、禁止されておりますが、なぜか近くの小屋にはビニール袋に入ったパンの耳が置かれております。白鳥を見ながら、マヨネーズでもつけて食べるためでしょうかね。ふと、白鳥って食べられるのかなと思い、調べてはみましたが、日本では狩猟していい鳥の中に白鳥が入っておりませんので、基本的には食べることはできないようであります。中国、ロシア、ヨーロッパでは食されていたという記録もあるようです。ただ、現在におきましては、2014年にイギリスで白鳥を食べたトルコ人は逮捕されたようでございます。おおよそ、17万円の罰金で済んだようでございますけれど、イギリスの法律においては、すべての白鳥は、女王陛下のものである、と規定されているようです。肝心の味については、美味しかった、と表現したらしいですので、食べることはできるようですね。昔は、日本においても食用とされたようで、江戸時代に記された、食物辞典、本朝食巻、という本の中に、くぐい、という名前で紹介されており、たくさん食べると、吐血、鼻血、下血し、目の病、糖熱の病を発症する、と書かれております。これだけ見ると、呪いの食材みたいですね。ただ、やっぱり、肉は美味しいようでございますね。新潟県の、とあるおいちゃんの回想によりますと、昔は、当たり前にとって食べ、味は鴨のようで美味しかった、らしいです。さすがは鴨か、
肉まで似ているものなのですね。まあ、白鳥もこんな目で見られているとは夢にも考えていないでしょうね。さて、巻き包みの紹介はこんなところでございます。入場料も取られませんので、鳥さんが嫌いでないなら気楽に楽しめる場所でございます。日常の喧騒を離れ、たまにはのんびりゆっくり白鳥を見るのも良いのではないでしょうか。いつも通り、次回はまだ何も決まっていないとのことですので、もし機会があれば、またお会いいたしましょう。もしよろしければ、次回もどうぞご覧ください。お相手は、ヨアネハクでした。白散歩。